どうも。最近、奴らの動きがないですね。平和なのはいいことじゃがの、なんかこうモヤモヤするの。こっちから仕掛けてみる？と言いますと？あの仮面のサイヤ人のことを考えてたの。あいつの正体はバーダックさんでしたね。他の連中と違ってバーダックがミラたちに協力するとは思えないわ。それにあの様子、おそらく洗脳して操られているのよ。洗脳か。そいつを解いてやれば味方になってもらうこともできるんじゃないか。そうですよ。もし洗脳時の記憶も残っていればミラたちの情報も手に入るはずです。でもどうやって会いに行くんじゃ？バーダックが連れ去られる瞬間を探ればトアとミラもいるはずだわ。そこを狙いましょう。わかりました。今回の任務は調査がメインです。俺も同行できますよ。早速向かいましょう。やはりあの二人がバーダックさんをワームホールで連れ去っていたんですね。それにしてもここは一体地球のようですが荒れ果てていますね。姿を現したな、トア。待っていたわよ。来ると思う。私たちの足取りを追おうとしたら、あのワームホールを調べるしかないものね。そのトア、俺たちと同じ時間にいたトアのようだ。渡さないで。あれを手に入れるまで大変だったんだから。移動中に暴れてすごく古い時代に来ちゃったの。その後なんとか捕まえたけど。お前は歴史を何だと思ってるんだ。人の運命をもてあそぶなんて。誰の邪魔も入らない。今度こそ決着をつけるぞ。望むところだ。トランクス、また強くなったみたいね。もう一人のサイヤ人、さすがスイート民族ね。リーダー、こいつら二人でも、こいつらのエネルギーをあんたたちに使わせてもらいます。お前たちの狙いはこの世界と魔界をつなげることだったんだな。大事がいいわね。怒り、悲しみに悪がはびこる楽園の感情を
痛くはない？悪魔、絶望の未来はもうたくさんだ。お前だけは許さない。トアを切りたいならば俺を倒してからにするんだな。いいね、辛抱強く待った甲斐があった。